アンドラの地方行政区画における最大の地域単位は教区である。アンドラでは、それぞれの教区に置かれたコムーが、地域の立法や行政に関わる権能を持つ。アンドラには7つの教区がある。このうち、最も面積が広いものはカニーリョ教区で、最も人口が多いものは、首都のあるアンドーラ・ラベイリア教区である。アンドラでは、教区という語に、宗教的な意味と、 世俗的な意味の両方がある。宗教的な意味で使う場合は、ウルヘル司教に任命された教区司祭が担当する地域範囲を指す。これに対して、世俗的な意味で使う場合は、立法や行政など市民生活に関わる地域単位を指す。それぞれの教区の主要な市町村にはコムがある。コムは、地方議会かつ地方行政府として教区民の意思を決定。 代表する機関であり、教区の予算や条例もコムで決められる。コムの構成員は8人から14人で、4年に一度、選挙で選ばれる。教区より、小さな行政単位としては、ウルディーヌ教区、ラ・マサーナ教区、サンジュリアーダ・ロリア教区に、クアルトがカニーリョ教区に、ベーナトがある。839年、ラ・セウドゥルジェルの聖母教会式の記録に、 現存する6つのアンドラの教区の名がある。7番目の教区は1978年、アンドララベリア教区から分かれてできたエスカルです。エンゴルダニ教区である。ありがとうございます。